こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は多くの金額の融資を受けられるのはどんな会社かについてですね、お伝えしたいというふうに思います。融資を受けやすい会社というのはですね、財務内容がいい会社だったりだとかですね、あとは事業内容に将来性がある会社だとか、そういった、会社であることは、多くの方がですね、知ってらっしゃるというふうに思います。それはですね、当然のこととしましてですね、今回お伝えしますのは、例えばこのような2社があったとします。A 社はですね、売上が5億円で利益が1000万円で、 B 社は売上が1億円で、利益は同じく1000万円と、こうした A 社と B 社ある場合ですね、どちらの会社の方がより多くの金額の融資が受けられるのか、こういった話を今日はしたいなというふうに思います。この A 社と B 社は利益は同じ1000万円ですけども、売上が A 社は5億円で B 社は1億円と、そういった違いがありますよね。でこの2社を比較しますと、A 社の方は見た通りなんですけども、売上の規模が大きな会社ですねというような評価になりますし、B 社の方はですね、少ない売上で多くの利益を出している会社だというふうに評価ができるというふうに思います。ではさて、この2社、A 社と B 社ではどちらの方がより多くの金額を、融資をですね、受けられるでしょうかっていうのが問題になります。ちょっとぜひ考えてみてください。ということで、今回は多くの金額の融資を受けられる会社はどんな会社かについてですね、お伝えしたいというふうに思います。冒頭でもお伝えしたこの A 社と B 社ですけども、A 社は売上が5億円で利益が1000万円で、 B 社は売上が1億円で利益が同じく1000万円というところですけども、これ一般的にはですね、売上と利益があったら、基本的には利益の方が重要視されるというふうに思います。利益を多く出している会社の方が良い会社だねというふうな評価になるわけなんですけども、利益率の高い会社の方がですね、経営効率がいいというふうに言えますよね。そういった意味ではですね、この2社を比べますと、A 社よりも B 社の方が少ない売上で、A 社と同じだけの利益を出していますので、利益率が高くて経営効率が良い会社だというふうに言えるというふうに思います。そう考えるとですね、融資を受けやすいのはB 社の方かなというふうにも言えるんじゃないかなというふうに思いますね。ただですね、ここではですね、より多い金額の融資を受けられるのはどちらかという質問になりますので、この場合はどうなのかと言いますと、実はですね、これは A 社の方がですね、多くの金額の融資を受けられるというふうに考えられます。例えばですね、5億円の会社が1億円の融資を受けられる可能性があるのかといったら、これは十分にあるというふうに言えるんですね。でも一方の1億円の会社がですね、年商と同額となる1億円の融資を受けることができるかといったら、これはかなり厳しいというふうに言えるんですね。年商と同じ金額の借り入れをするというのはですね、これ完全に借り入れ方、つまり売上規模に対して借り入れが多すぎる状況ですねというふうに言われてしまうんですね。このようにですね、受けられる融資の金額のボリュームに関してはですね、売上の規模がですね、大きく影響するというふうに言えます。で、借り入れの、ボリュームを測るときにですね、よく使われる財務指標としましては、借り入れ月商倍率というものが、あります。この指標はですね、この動画でも何度か紹介していますので、ご存知の方も多いというふうに思うんですけども、この指標、簡単に説明しますと、借り入れのボリュームがですね、平均月商の何ヶ月分に相当するボリュームであるかということを示すものでして、いわゆる平均月商を基準に借り入れ残高を測る指標ということになります。一般的な適正水準はですね、運転資金であればですね、月商の3ヶ月分以内がいいというふうに言われています。イメージとしましては、3ヶ月以内であれば、信号で言えば青信号で、3ヶ月を超えてくると、青信号から黄色に変わってきて、それが6ヶ月に近づいてきて、6ヶ月を超えてくるとですね、黄色から赤色になるというような、そういったイメージになってくるんですね。ただこれはですね、運転資金の場合であってですね、設備資金に関してはですね、
まあ、この考えがそのまま当てはまるわけではなくてですね、まあ、業種によってもですね、まあ、判断も変わってきますし、まあ、個別の、ね、会社によってまあ判断していかなきゃならないところではあるんですけども、まあ、ざっくりと、ね、こうボリューム感、まあ、融資の、ね、残高のボリューム感を見るには、まあ、シンプルで、ね、便利な指標、まあ、それが、借入減少倍率というところになります。でこの、ね、指標からですね、まあ、先ほどのこちらの A と B 社ね、それぞれの適正な水準の借り入れがどのぐらいの、ね、ボリュームなのかっていうところを計算してみますと、まず A 社はですね、まあ、年商5億円ですので、これを12ヶ月で割ると平均月商は4160万円くらいに、ね、なるんですね。でその3ヶ月分ということはですね、まあ、かける3で1億2480万円、まあ、ざっくりと1億2500万円くらいになってきます。まあ、このぐらいが、ね、まあ、適正なボリュームだというふうに考えられるということですね。で一方の B 社さん、ね、計算しますと、まず年商1億円ですので、1億円割る12をするとですね、まあ、平均月商はだいたい830万円くらいということになりますので、まあ、その3ヶ月分はですね、計算すると2490万円、まあ、ざっくりと2500万円くらいということになります。まあ、このようにですね、同じ額のですね利益を出している会社であってもですね、まあ、売上5億円の A 社はですね、まあ、1億2500万円が、まあ、ある程度こう適正なボリュームというふうに言えますし、で一方の売上1億円の B 社では、まあ、2500万円が適正ですねというふうになってくるとなるとですね、これも調達できる金額でいうとですね、1億円くらいのですね差があるというふうに言えるんですね。まあ、もちろんですね、借入減少倍率だけが全てではないので、まあ、実際のね融資審査の中では、まあ、いろんなね要素が絡んできますし、まあ、単純ではないんですけども、まあ、そもそもね財務内容が悪ければですね、まあ、いくら売上が、ね、大きくてもですね、まあ、借り入れること自体が難しいということも、ね、判断としてはありえますので、まあ、それが全てではないということはありますけども、まあ、いわゆる資金調達ができる金額そのものはですね、まあ、売上に比例するというのはね、まあ、一つ言えることではあるんですね。まあ、ぜひねここをね一つね覚えておいてもらいたいなというふうに思います。まあ、実際に資金調達のご相談なんかを受けてますとですね、まあ、たまに自社の、ね、こう年商以上の金額を借りたいんですっていうようなご相談を受けることがあります。まあ、ぜひですねこうした目線をね持っていただけると、もうちょっとねこう自分の会社がどのぐらい借りられるものなのかなということが分かってくるのかなというふうに思いますので、まあ、一つね参考してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上ですね、今回は多くの金額の融資を受けられる会社はどんな会社なのかについてですねお伝えしました。ぜひですねご参考としてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。